広島市立中央図書館は、広島市中区の広島市中央公園内にある、広島市立の図書館である。なお、この項目では前身である、朝の図書館についても扱う。1974年に、現在の広島市立中央図書館が開館した、鉄筋コンクリート構造の地上3階地下1階。1階に、対面道読室、国連帰宅図書館、自習室、 喫茶、食堂、移動図書館の車庫。2階に、新聞雑誌閲覧室、自由閲覧室 A、自由閲覧室 B、展示ホール。3階に、広島資料室、広島文学資料室、参考閲覧室、セミナー室を整備している。広島市内では、最大規模の公立図書館で、広島県中央図書館に指定されている。 広島市映像文化ライブラリーとの複合施設になっている。2017年2月3日に公表された広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で倒壊、または崩壊する危険性が高いとされたが、建て替え、耐震化の方針や時期は見通しが立っていない。広島市立中央図書館の前身は、第二次世界大戦以前の1926年、 私立図書館として開館し、後、広島市に移管された浅野図書館である。建物も、旧正の浅野図書館時代から数えるなら、原爆被災をくぐり抜けた小町時代の初代建物、騒音問題に直面した国体寺町時代の二代目建物を経て、元町に所在する原施設は三代目となる。1920年10月、 広島藩最後の藩主である浅野長君は、広島城入城300年を記念して図書館を建設することを発表し、1926年に当館の前身となる浅野図書館が市内小町に開館した。設計者は岡田慎一郎である。落成式は同年5月4日、開館式は同年11月28日。 同年12月5日より一般閲覧を開始した。古問には藤川雄也高楠淳次郎が就任している。この当時の浅野図書館は鉄筋コンクリート構造の2階建てで、開館当時の外観写真が現存している。1931年10月、当館は広島市に寄贈されて、広島市立浅野図書館と改称され、1935年10月に、 広島県中央図書館の指定を受けた。被爆後の広島市中心部。写真中大右端の建物が、浅野図書館。浅野図書館は、戦中の時点で、約9万冊を所蔵していたため、重要な蔵書を疎開させる計画を立てその一部を実施していた。このうち、第一次疎開では、関跡など貴重図書8411冊、絵図類約9000点を、 光明寺、千年寺、岩行寺、及び浄土寺に移転しており、続いて予定されていた第二次疎開では、特別図書約1万冊を50梱包にまとめ、その移転準備を進めていた。またその他一部の図書を軍部に疎開していた。しかし、1945年8月6日、原爆投下により、爆心地より730メートルの位置にあった建物は全焼し、 外角を残すのみの状態となった。このため蔵書も第一次疎開によって避難していた書籍以外は消失した。すなわち、戦術の通り第二次疎開の対象に入っていた基調図書は、その準備により玄関付近に置いたままになっていたため、すべてが消失したのである。人的被害も大きく、職員も15人中4人が死去した。さらに、いち早く軍部に疎開し、 被爆の難を逃れていた図書も同年9月枕崎台風による水害の被害にい、一部が流出あるいは損傷した。被爆で大きな被害を受け業務停止となった図書館施設はしばらくの間は死体収容所、後食料配給所として利用されることとなった。廃線後の9月には東欧館内に中国復興財団経営の復興喫茶店が開店したことを 地元市中国新聞が報じているが、図書館としての業務再開の道のりは遠かった。1946年10月、疎開先である、基地参の山陽門徳殿で業務を再開した、浅野図書館は、1949年6月になって、ようやく本来の小町の建屋への復帰を果たすことになった。同年7月には、広島市児童図書館を併設することとなったが、 この児童図書館は1954年4月、元町に竣工した施設に移転している。1955年、初代建物の所在地に近い国体寺町に、石本菊地の設計による新しい建物が竣工し、当館はこの地に移転した。しかし皮肉なことに、移転して10年が経過した1960年代後半には、急速に進行した都市化が引き起こした問題によって、 この地は早くも安住の地ではないことが明らかになった。すなわち、建物の南側に面して新広島バイパスが開通すると図書館はこれに伴う騒音問題に直面することになったのである。さらに、1970年代になって政令指定都市への移行を目指した広島市は、この図書館を市内の図書館の中枢的施設として位置づけ、機能を拡張することになった。 このため、当館は国体寺からの再移転及び施設拡充による深海館が決まった。1988年中央公園周辺。中央右やや下の青い丸い屋根の建物が広島美術館でその左隣が中央図書館。現在地である新築用地は1971年度に広島市による不良住宅の除却で確保され建設費。 約7億2000万円をかけて新築工事が行われた。1974年10月、当館は広島市立中央図書館に改称し、再オープンした。開館当時の蔵書能力は60万冊で、当時の広島県立図書館の2倍の規模になり、西日本一の規模の図書館になった。1982年に二期工事が完成し、 1977年から1986年まで、館内に広島志向文書館の書庫及び事務所も設置されていた。2007年にはアスベスト除去工事を行っている。2011年には開館80周年記念行事を行った。広島市子ども図書館を除く、広島市立の図書館は中央図書館の文館にあたる。閲覧室は、 各文館の付属施設。2014年4月1日より、現名称旧称広島市未来都市創造財団。2006年より事業を受託している。現在の広島市役所南東部に位置していた。なお、被爆建造物であった、初代、浅野図書館は、敷地とともに1953年に、中国電力に売却され、 同社本店の4号館として使用されたが、1968年に新社屋の建設に伴い解体されたため、現存しない。当時、図書館などは40ホーンまでが望ましいとされていたが、1961年秋に、行った騒音テストで120ホーンを記録していた。国体寺町の旧建物は、その後、内部の改装を経て、 広島市教育委員会が使用した後解体された。現在は駐車場などに使われている。朝の図書館に関するカテゴリー。広島市立朝の図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。